ride in the mobile Moscow. I feel like very excited. The mobile Moscow is very important to Muslim people, such as Japanese people or tourists. やっぱり日本という宗教のことを話すとなんかちょっと違った観念で取られるような気がするんですね。でやっぱりこれだけ優しく思いやりのある国で、その我が母国ですから、これを母国を PR するためにムスリム社会の人たちに対するおもてなしというのがこういう表現になって、まずは東京オリンピック・パラリンピック、またラグビーを目指してます。その後2020年のカタールのワールドカップ、世界平和の一つのツールとして使っていただければ、としては最も嬉しいですね。